白い飾りのついた 3種類の道具、こちらは大きいものから順に
先中道具、中道具、友槍と言います。この3つの道具の飾りは各馬のたてがみで作られております。ご覧の通り3本とも長さやしなり具合が違います。
ご覧の通り2本とも長さ鳴り声が違います。資料の上では寛永元年に大名出物とあるのが初見で、弘化2年にはやっこ行列と見られます。刈谷のやっこの練りは所作と掛け声が江戸時代からそのまま受け継がれているとされており、全国的にも特徴があり、刈谷における伝統的文化財となっております。白い飾りのついた2種類の道具、こちらは大きいものから順に先中道具、そぼやりと言います。この2つの道具の飾りは白馬の神々に作られております。ご覧の通り2本とも長さやしなり声が違います。刈谷のやっこの練りは大名行列の中で行われていたとされており、資料の上では寛永元年に大名の練り物とあるのが初見で、弘化2年にはやっこ行列と見られます。刈谷のやっこの練りは所作と掛け声が江戸時代からそのまま受け継がれているとされており、全国的にも特徴があり、刈谷における伝統的文化財となっております。
出汁は刈谷市指定有形民俗文化財です。祭礼での出汁の先頭は毎年各町交代で運行され、今年度の先頭は